中山競馬場外回りコース満開の桜街道を11頭が短くも美しく駆け抜けます。第25回ダービー強チャレンジトロフィーはご覧いただいております11頭ですが、 AP ジェットが1番人気、2番人気以下は割れています。さて実況席の解説大川さんです。大川さん、はい、まあ、このレース11頭中関西馬7頭そして中央初戦1頭を含めてですね、かなり混戦が予想されるんですが、はい、そうですね、特別強いスプリンターもいないと思いますんでね、はい、タイムが1分8秒切れないでしょうね。ですからそういうところで、はい、案外時計のかかる6波論と、はい、いうことは言えそうに思うんですよね、はい。本命は何になりますでしょうか。私はねちょっと狙ってウィンザーモレノと言ったんですがね、このまま東京新聞杯の時の構想がね、焼き付いておりましてね、はい、これは1200はあんまり実績がないんですけどね、はい、なかなかいいところのある馬だと思ってますんでね。今日は宝石の勝ったレースその5着のウィンザーモレノ本命、さて対抗ですが、対抗はやっぱり一応トモエリージェント日本ピロラック、はい、それから AP ジェットもちろんそうですね、はい、こんなとこじゃないかと思うんですが、そしてトモエリージェントと桜未来、これスピード自慢どっちが先行きますかね。これは未来じゃないかと思うんですがね。そうですか、名前が少し下げる可能性があります、はい、1201分7秒6のレコードホルダー桜未来です。ゲート開いてさあスタートが切られております。内の方から日本ピロダック、そしてグイグイをしてトモエリージェントが行きました、はい、トモエリージェント、そしてその外を通りましてはマンジュデンゴットと桜未来であります。うちちょっとおっと下がっていくのは1番のサムソンクイーンですが、その外を通りましてピンクの帽子はウィンザーモレノが追走しています。そしてその後ろを通りまして黄色い帽子5番の AP ジェットであります。 AP ジェットは中段からレースを進めている。サムソンクイーンがいて、その後ろに7番の宮代テュードーがつけている。外目を通りましてハヤブサ王冠、最後方からバッシングルートという体勢です。3コーナーのカーブに入っていきましたが、前の方混戦で桜未来、そしてウィンザーモデノ、そして並んでいます。そしてその内を通りましてマンジュデンゴット、その後ろにトモエリージェント、ちょっと抑えた感じであります。外目を通りましてはナズシノワール、さらに大外通って AP ジェット、第4コーナーのカーブから直線を迎える。先頭はウィンザーモレノか、ウィンザーモレノ先頭か、桜未来内で伸びるか、外を通りましてはトモエリージェント、その真ん中を割ってニオンピロダック、その外を通りましては AP ジェットという構えだ。先頭はウィンザーモレノ、ウィンザーモレノが先頭、内を通ってニオンピロダック、外を通ってトモエリージェントかわすか、トモエリージェントがかわして1着、2連覇のゴール。去年のこのダービー今日24回に続いて2連覇、トモエリージェントです。では最後の直線ご覧いただこうと思います。大川さん、まずウィンザーモデノが抜け出しにかかりました、はい、その外からトモエリージェント、ね、並んで最後は捉えましたね、はい、トモエリージェントがああいうゲートができるとはね、途中まで行って、はい、そこから抑えましたからね、ウィンザーモデノは逆に少し先行くことになっちゃいました、ね、はい、しかしこのレース審議の青いランプが灯っています。勝ちタイムは1分8秒9と出ていますが、狭くなったことについて審議をいたします。お手持ちの勝ち馬投票券は勝ち馬が確定するまでお捨てにならないようお願いいたします。というわけで審議となりました。このレース、トモエリージェントがしかし1着でゴールマンを過ぎています。1分8秒8の勝ちタイムでした。サムソンクイーン号の進路が狭くなったことについて審議をいたします。